オービタルサイエンシズは、かつて存在したアメリカ合衆国の企業である。人工衛星の製造、打ち上げを行っており、また打ち上げ、システムグループは、ミサイル防衛とも関わっていた。かつては、オービミッチと GPS レシーバーのマゼランラインも有していたが、タレスに売却している。バージニア州のダレスに本社を持った。2014年4月29日に、 ATK 社の航空宇宙防衛部門と対等合併することで合意し、オービタル ATK 社を新社名にすることになった。この合併は2015年2月10日に実施された。その合併会社も2018年にノースロップグラマンに買収され、その子会社のノースロップグラマンイノベーションシステムズとなった。 商業軌道輸送サービスの商業補給サービスとして19億ドルで8回の打ち上げを実施することを NASA と契約。ペガサススターマイナス1、スターマイナス2、スターマイナス3衛星バスを開発し商業通信衛星等に利用。ペガサスにより打ち上げられたゲイレックス衛星オービタルサイエンシズは世界各地の多数の車上を使用していた。ありがとうございます。